こんにちは、速稼塾の久保です。確かに人の指図は受けたくありませんという言葉は一見切れ味のいい、なんかね、爽やかでかっこいい言葉に見えますけども、でも人の指図も聞けない人に自分の指図ってできるのかなと思うんですよね。時間がポンと空いたら何をすればいいか困ってしまうとか、そもそも自分で自分の指示が甘かったから人の指図を聞かないといけない現場に行っちゃったんですよね。だから人の指図を受けたくありませんとか言って自由を求めるには、自由を扱いきれるスキルが必要になってきます。自分の指図はどこから出てるのか、自分の内側にこう声を潜めてね、自分はどんな商品だったらベストなのか、どんな稼ぎ方だったらいいのか、どんな人に語りかけていったらいいレスポンスがいただけるのか、これ全部自分の責任で決めるってなると、人の指図を聞くよりも厄介ですよ。だからまずは人の命令をきちんと聞けること、そうすると自分に命令をきちんと出せる人になってくると思うんですよね。もちろんもともと自分で自分のことが決めれる人はいますけども、大抵ね、まずはマーケットがどうなってるのかとか、人が何を考えてるのかっていう風なマーケットの反応、マーケティングリサーチをすることになりますよね。で、そういう予備情報が何にもなくって戦場に出たら地雷を踏んでボーンってね、戦死してしまったりとか、あとはハリボテの機関銃とかを持って行って弾を撃とうと思ったらなんかね、へにゃっとなってね、あれ撃てねえじゃんみたいな感じで、なんか勘違いした武器を持って行ってしまうってことにもなりますし、それから相手が飛行機で攻めてきてるのにこっちがね、戦車で迎え撃とうとするみたいな、そんなことにもなりますから、やっぱりね、マーケットをきちんと見て、他人の指図はどのようなメカニズムで出ているのかってことを理解して、で、自分はそれに対してどんな反応すればいいのかっていうふうな情報の蓄積とか学びっていうのがかなり必要なんじゃないかなと思うんですよ。そういったことをいっぱい繰り返す、まあ体験をするのが一番なんですけども、体験に勝る知識を得ることによって、自己命令が出せるようになるということがあるのかなと思うんですよ。で、投資の世界なんてまさに自分で自分に命令出してね、エントリーするわけですから、誰かがこうやったらいいよと教えてくれる瞬間は何もないんですよ。何の変哲もない、こうやったら価格のね、チャートのなんか紐みたいなのをこうやって見てね、それで、あ、ここでエントリーするぞみたいな、で、結果がどうなろうともう誰も責任取ってくれません。おかしい、相場はおかしい、今日の相場はおかしいって言っても結果が全てですからね。儲かってなかったら儲かってないで終わり、儲かったらどんなに読みが適当でも儲かったで終わり、まさにギャンブルみたいな世界なんですよ。だからこそ自分に正確に指示が出せる人が結果を享受できるってことになるんですよね。ちなみにね、昨日ね、ざっくりと計算してみたら、私ね、インターネットビジネスを始めて8年になりますけども、だいたい平均日当10万円利益なんですよ。だから3年で1億が、まあ、8年で2億ぐらいなってるかなってとこなんですけどね。確かにそのぐらいの暮らししてるなと思ったり、そのうちの 30% ぐらい余剰資金なんで、その余剰資金がいわゆる利回りとか、ね、金利とかを生んでくれてるなっていうバランスですかね。だからまたビジネスをね、もうちょっと強めにやると、これがまた3億円に向かってとか4億円に向かってとか伸びていくんだろうなと思いますね。ただそのために自分の完全に自由な時間を費やしてしまうのは今のところ割に合わないなって気がしてるんですよ。まあでもね、麻雀店の親父ですからね、何回も言いますけど、麻雀店の親父がパソコンとか全然関係ないところから1万4000円のクロームブック中古で手にして、それでやってきてるんで、多分ね、クロームブック以上のパソコン皆さん持ってると思うし、クロームブック以上の機能を持ったスマホを持ってると思いますし、当時と違う通信環境だと思いますし、それから少なくとも私よりもね、スタートの時点で私よりも才覚があるかったばっかりだったと思うんですよ。これをどう考えるかですよね。久保さんだからできたんでしょう。はい、そうですね。でも別のやり方であなたにしかできないものが必ずありますから、それを探しに行ったらいいんじゃないですかね。私はアフィリエイトの量産、アフィリエイトサイトの量産によって久保さんだからできたんでしょうにたどり着きましたけども、別の方法であなたしかできないことっていうのが必ず見つかると思いますんで、それをね、ぜひ追求してもらいたいなと思いますよね。やるのはタダですから。やるのはタダ、で、やってうまくいかなかったらどうするの。じゃあやらなかったらうまくいくんですかって話ですよね。やらなかったらうまくいくことはないですよね。
やったらうまくいくかうまくいかないかのどっちか二択になってきますけども、やらなければ 100% うまくいかないじゃないですか。いってらっしゃい。